こんにちは。カナダ在住の山達です。聖域都市ニューヨークシティ緊急事態宣言ということで話をしていきたいと思います。はい、えー、昨日10月7日、ニューヨークシティのエリック・アダムズ市長が緊急事態宣言を発表しました。不法移民による危機的状況が起きているっていうことだったんですけれども、これでですね、首都ワシントン DC、イリノイ州に続いて、3つ目となる不法移民関連の民主党都市の緊急事態宣言になったんですね。 アダムズ市長会見の中で1万7千人の不法移民が南部から送り込まれてきていると。で、これで今もシェルターに入っているのが合計で6万1千人ぐらいだっていうことなんですね。で、このシェルターにいるのがその不法移民だけなのか、それともホームレスを含んでるのか、ちょっとここがよくわからないんで何とも言えなかったんですが、まあ、少なくとも6万1千人今シェルターにいて、それがもうパンク状態だから、今そのホテルを借り上げたりとかしていて大変なことになってるんだと。 で、さらには送り込まれた不法移民のうち、5,500人が子供だっていうことなんですね。で、合衆国憲法の規定と、あとは、えー、連邦最高裁の過去の判例上ですね、不法移民であろうとも、子供って学校に通わせてあげないといけないんですね。無料で。はい。で、まあ、ほんと変な、変だなって思うかもしれませんが、もうこれは、あの、生育図書とか関係なしにどこでもやらないといけないっていうことなんですが、その5,500人、その、中南米から来てると。 で、みんながみんな英語喋ることができるわけではありませんから、まあ、そのスペイン語対応のところとかも用意しないといけないわけなんですね。そういうものとかでもかなり負担が増えていて、もう学校も大変なことになってるということなんですね。はい。で、えっ、ー、と、まあ、そんな風に大変なことになってるんですけれども、今までその、不法移民問題で叩かれてたのって共和党なんですよね。 テキサス州の州知事が非人道的なことやっててどうのこうのみたいな感じのことをこやつらはずっと言い続けてたわけなんですけれども、あの、あれ意味ないんですよね。なぜならば、そのテキサス州だって被害者なので、その彼らが何かやってどうこうなる問題じゃないと。諸悪の根源っていうのはバイデン政権による国境解放政策なわけなので、そこを何とかしないともう何の対応もできないわけなんですよね。で、 今回、この緊急事態宣言の会見の中で、このエリック・アダムズ市長、多分そこを匂わせてるよね、みたいな発言が出てきてたんですね。はい。えっ、ー、と、会見の中でこんなことを言っていまして、この危機的状況は我々が作り出したものではないが、市民全員に影響が出ている。ニューヨーク市民はなぜこのような事態になっているのか そして対策はあるのかを知る権利があるっていう風に言ってたんですね。特にこの対策はあるのかっていうところに関してはこれテキサス州に対して言ってるわけじゃないだろうっていう風に言われてるわけなんですね。名指しこそしてないんですけれども、バイデン政権を遠回しに批判してるんじゃないかっていうことなんですね。はい。 で、えっ、ー、と、来年にはもしかしたら10万人超えるかもしれないっていうふうに言ってるんですけれども、まあそうなったら本当にパンク状態ですよね。はい。ということで、今までだったら、その、テキサス州側とか共和党側っていうふうに言っとけば、まああのメディアはなんとかいいろね取り繕ってくれてたわけなんですが、もう彼らとしてはそんなこと言ってられないと。もうそういうレベルじゃなくて本当にやっていけない状態だから、もういい加減。 もう手打ちにしましょうかと。いうようなところになってると思うんですが、だったら、聖域都市っていう風に名乗るのやめろっていう話なんですよね。だから送り込まれてるんですよっていうことなので、で特にニューヨークシティで確かその市長令が、えっ、ー、と、1980何年かどっかのところで出されてるんですね。 で、それ以来、聖域都市を名乗ってるわけなんですが、それ撤回すりゃいいじゃんっていう話なんですけれども、まあね、えー、それはできないんでしょうかね。はい。まあなので、自業自得としか言いようがないんですけれども、ちょっと話を続けまして、このニューヨークシティが今危機的状況になってると。で、犯人誰だって言ったら、従来だったらテキサス州側とか共和党側だったんですが、アダムズ市長は今回、えー、もういい加減バイデン政権だろうみたいな話になってきてるわけなんですが、それが、緊急事態宣言の文言の中にも実は匂わせとして入ってるんですね。 実際に文言の中にこんなのが入っていまして、テキサス州とエルパソは不法移民を無期限に送り込み続けると宣言してるっていうふうに書かれてるんですね。このエルパソっていうのはテキサス州の中の都市なんですよ。で、そこがわざわざテキサス州っていうくくりではなくて、別々に分けられてるんですね。ここかなり重要だと思います。 ちょっと話を続けましてえ、そもそも今回その不法移民をバスに乗せて送り込む、送り込むっていう攻撃をしてるのはえ、テキサス州、アリゾナ州がメインなんですけれども、その、まあ、言うなら被害に遭ってるっていうふうに一応言っておきますけれども、なのは、首都のワシントン DC とニューヨークシティ、あとイリノイ州、シカゴなんですよね。 で、えっ、ー、と、そういう例が始まったのは今年の4月でした。バイデン政権が、えー、国境をもう何もしないどころかもっと悪くするようなことを言い出したもんだから本気で切れた、えー、テキサス州のアボット州知事が、えー、バスにじゃあ、あの、不法移民乗せて送り込んでやるとお前らも同じ気持ち味わ,味わってみろっていうことで言い始めたわけなんですよね。で、それに5月にアリゾナ州が乗っかりますっていうことで参戦していたわけなんですが、実は8月後半にテキサス州のそのエルパソっていう都市もこっそり参戦してたんですね。 で、これ、その、テキサス州独自でやってるものとは別で始めていたわけなんですよ。で、このエルパソっていう都市なんですがえ、民主党の市長です。で、テキサス州の中でも民主党の勢力がかなり強い地域なんですね。はい、まだね、民主党の画像岩盤支持層みたいな風にも言われるんですけれども、まあそういう民主党が強いところでも、実はこのバス攻撃をやっているわけなんですよ。で、わざわざアダムズ市長、これ分けてるっていうことは、これ共和党だけの話じゃねえよと。 民主党お前たちもだぞっていう話になってるわけなんですね。まあ、それはお前が正義組織って言ってるのが悪いんだぞって話ではあるんですが、ちょっとそれは横に置いといて。で、さらに言うと、このエルパソがなんでわざわざ名指しされてるかって言ったら、えっ、ー、と、この10月7日の時点で、えー、テキサ州とあとエルパソの公式発表が出てたので、それを比べてみたんですが、例えばテキサ州、バス攻撃の実績を言うと、首都ワシントン DC には8200人4月以降送ってますよと。 で、ニューヨークシティには8月5日から始めて3100人だけなんですね。で、シカゴに関しては920人、8月31日以降っていうことなんですが、これが共和党側からニューヨークシティとかを含めて送り込まれている数だと。じゃあ一方で、エルパソ要は民主党がやっているのどうなのって言ったら、ワシントン DC に送ってませんけれども、ニューヨークシティ7000人なんですよ。実は民主党が倍以上送ってるわけなんですね。 で、しかもこれ8月後半なので、8月の23とかそんなもんだったと思うんですが、そこからなので、あの、かなり遅くに始めて、もう倍以上なわけなので、ものすごいペースで送り込み続けてるの分かりますで、シカゴに関しては、えっ、ー、と、これ、あの、エルパスの方が先にテキサス州よりやってるんですね。で、倍ぐらいの、えー、数を送り込んでるわけなんですがで、結局何言いたいかって言ったら、民主党の方が、 今回その緊急事態宣言を出したニューヨークシティとかイリノイ州に倍以上の不法移民を送りつけてたっていう事実があるわけなんですね。で、これに対してエルパソのその報道官何言ってるかって言ったら、いや、これは人道的な対応なんですよと。この不法移民って呼ばれてる彼らはアメリカを目指して旅をしてきたんだと。 で、彼らの目的地は我々のこのエルパソではないと。彼らは聖域都市であるニューヨークシティであるとかシカゴっていうようなそういう大都市を目指しているんだと。で、そんな持ち金も全然ないから、そんな彼らを我々は助けてあげようと思って、まあ、送り届けてあげているんだよと。だからこれは人道的な対応なんですっていうふうに言ってるんですが、ちょっと待てと。ふざけんなと。お前それ共和党側と全く同じ主張じゃないかって話なんですよね。これもう、そのアリゾナ州もそうだし、テキサス州もそうだし、フロリダ州もそうです。どの州知事も同じこと 言ってるのはもうこれは人道的な対応だと我々はその受け入れるつもりはないから聖域都市って名乗ってる連中たちが受け入れるっていう風に公言してるもんだからだからそこに送り込んでんだという風に言っているわけなんですよねなので結局そのね民主党がやったら良くて共和党がやったらダメっていうわけのわかんないことになってんのがまさにこの不法移民問題なわけなんですねはい っていうことで、そのわざわざ緊急事態宣言の中でテキサスとエルパソが分けられてる理由っていうのは、その、実は民主党の方がひどいことやってるからっていう話なんですね。はい。で、さらに言うと、このエルパソなんですが、ち、ちっちゃくはないですけど、都市の一つなんですよね。そこまで予算持ってるわけじゃないんですよ。にもかかわらず、テキサスの州でやってるやつの倍以上送り込んでるわけなんですよね。どっから金出てきてんだよっていうふうに思うかもしれませんが、これ連邦政府からの補助金なわけなんですね。で、 おとつき、これおとつき、昨日ぐらいの報道によると、えっ、ー、と、2500万円から3000万円が毎日、いつか毎日ですよ。毎日不法移民の飲食住とか、あとはこの国内移動のために使われてるっていうことなんですね。 ま、なんで、多分、ここも含めて、エルパソを、え、名指しで、え、ニューヨークシティは出したんじゃないのかなって僕は思うんですが、えっと、もう、ね、こういうふうに、で、しかも、テキサス州、このバス攻撃とかやることに対して、え、州のお金を使ってるんですよね。で、それに対して、その州のね、血税がどうのこうので、なんだかんだ、みたいな感じで怒ってる連中いっぱいいるんですが、ちょっと待ってと。 これエルパソのやってることに関しては、連邦政府からだから、いや、アメリカ全土からの金っていうことにもなりますぜっていう話なんですよね。はい。っていうところでも、なんか、なんでそれはいいんだよっていう話ですし、で、あと結局そのエルパソがまさにこんな感じになってるっていうことのようなんですが、えっ、ー、と、その、不法移民の収容施設っていうのが、もうパンク状態をさらに超えているパンク状態なんですね。 なので、もうホームレスになってもらうしかないっていうのがあって、でも手続きが終わってないからっていうことで、ちょっと待っててっていうことで、テントだけ渡して、そちょっとその辺で待っててよ、みたいな感じになっている人たちもいるわけなんですよね。で、これのどこが人道的なんだよっていう話なんですけれども、ここに関しては完全する。で、あとエルパソの街外れの砂漠地帯に、まあ連邦予算で収容施設、新設中ですけれども、それに関してもスルーみたいな感じで、なんでテキサ州共和党がやったら怒るのに、えー、バイデン政権やったら怒んねんだよっていうようなことなんですよね。はい。 で、まあ、こういうような状態見て、えっ、ー、と、その、エルパソの市議会議員の人のロドリゲスさんっていう方が、いや、我々旅行会社なのかというふうな、まあ、あの、半分、えっ、ー、と、おふざけに見えるかもしれませんけれども、まあ、心の底からの叫びでしょうね。はい。っていうようなコメントも出てきてるんですけれども、はい。で、今回のこの民主党がやったら OK、共和党がやったらダメっていうところから、えー、ェアっていうですね、あの、この不法移民問題に関していろんな、えー、なんか論文とかいろんな出してるところなんですけれども、そこがコメント出してまして、 今の、このバス攻撃に関しては、民主党のエリートたちの偽善があらわになっていると。誰が不法移民を送るかで、完璧にも非人道的にもなるんだっていうふうにコメントを出してても、まさにその通りなんですよね。はい。っていうようなことになっていたわけなんですけれども、え今回そのね、えっ、ー、と、一応聖域都市っていうふうに名乗っているニューヨークシティがもう白旗を上げ始めて、で、えっ、ー、と、 間接的ではあるんですけど、民主党もなんとかもう動けよっていうふうにしてるっていうのが今の状態なわけなんですね。はい。 じゃあ、今回のこの国境問題の根本解決ってどうやればできるのかって言ったら、まずは国境を閉じることですよね。もうガチガチに閉めて、で、その侵入してきた連中はもう問答無用で突っ返すみたいなことをやらないと、もう解決できないんですよね。で、えっ、ー、と、ひとまずですね、この国境問題っていうのが今回のバス攻撃によって、えー、国境州が悲惨なことになってるんだっていうことを大々的にニュースにすることにはまたできたんじゃないかっていうことは評価されてるんですね。はい。これ何度か見せてますが、 南部国境での不法移民逮捕者数ですね。あの、歴代最高のもうすでに、え最後の9月の実績が出てきてないにもかかわらず、215万人っていうえ、歴代最高数をね、あの、大幅に更新するっていう記録を打ち立ててるんですけれども、多分、うんと、235万とかになるんでしょうかね。はい。っていう、えげつないことに、まあ、バイデン政権下らなっているわけなんですね。 で、結局、バス攻撃やったことによって、その共和党が非人道的でどうのこうのっていう話もも,もちろん出てきてるんですけれども、でも不法移民とんでもないことになってるよねって話が広げることができたのはえ、まさにその思惑通りになってんじゃないかっていうふうに言われてるんですね。 で、そもそもこの国境問題の根本解決って、カマルハリス、現副大統領が任せられているはずなんですけれども、本当に何にもやってないんですよね。ただ笑ってるだけで何にもやってないということで、もうこれ何とかしないといけないんですけれども、じゃあカマルハリス、この問題解決のために何やったかって言ったら、お金出しますっていうふうに言ってるだけなんですよね。 で、その中南米諸国に追加で支援金出しますっていうことをね、えー、と、昨年ぐらいに発表してそれだけなわけなんですが、あの、まあ、分かってやってると思うんですが、お金出すだけで解決できるものではないんですよね。そこがそもそもの間違いなわけなんですが、えっ、ー、と、1年半ぐらい前の動画で一回紹介したものをもう一回再放送したいと思うんですが、えっ、ー、と、ブケレっていうですね、あの、エルサルバトルの大統領がいるんですけれども、ブケレ大統領は、 この国境問題の根本解決は金じゃないと。その、そもそも、このバイデン政権による国境解放政策と、あと聖域都市の存在自体が不法移民を生み出してるんだということを指摘していたんですね。要はその、 まあ確かに、まず一つ目として、我々が、その自分の自国民たちに、その仕事であるとか、あと最低限のサービスとかが、出すことができていない、ここが根本原因にはなってるっていうのは認めてたんですね。ただそのプラスで、それで困っている人たち、苦しんでいる人たちが、そのアメリカに行けば助かる。 っていうような、そういう思いを抱くような政策をお前たちがやってるから、そこに引きつけられる人たちもいるんだよっていうふうに指摘してるんですね。その基本的にこの不法移民問題って、受け入れる側のそのポジションの話しかほぼ聞かないんですけれども、その人が持ってかれてる側の意見も非常に重要なんですよね。で、その上で武家で大統領が指摘してるのが、その結局、自国民が引きつけられた結果何が起こるかって言ったら、人口流出が起こるんだと。 それは引いては、その結局その国の中での経済活動を回すことをね、することができる人たちがいなくなるわけですから。 中南米諸国がそのまんま弱体化していくわけなんですよね。で、さらに移民に頼らざるを得なくなる。で、この移民に頼るっていう言い方も多分先進国からすると移民を受け入れてその人たちにどうのこうのっていう話になると思うんですが、中南米諸国って逆なんですよね。移民ということで国民を、まあ言うなり輸出するみたいな感じなんですけど、これやると何が起こるかって言ったら人口がまず減っちゃいますよねと。で、自国内での経済がそれによってあんまうまくいかなくなっちゃいますよねと。 で、それプラス、その、海外からの仕送りに頼らざるを得なくなるわけなので、結局海外依存。で、さらにそれを続けるためにも、不法移民という形で、えー、その人口を輸出しないといけなくなるっていうことになるわけなんですね。っていうような、その、 移民依存っていうところも問題になってくるし、で、あとその不法入国をする際に、あの、いわゆる反社会勢力ですね、カルテルとかギャング集団とかにお金ガバガバ流れてきていて、つい最近ね、あの、国土安全保障省の発表によると、えっ、ー、と、2018年まで500億円規模のその不法入国ビジネスだったのが、今1.3兆円、26倍に膨れ上がってるっていうふうに発表してるんですよね。 そういうような、えー、もうその反射もどんどん拡大していくことによって、結局また治安悪化する。で、それに住みづらくなって、またどんどん人口が出ていってしまう。っていう悪循環になっちゃうんだっていうふうに指摘していたわけなんですね。っていうことで、その国境問題の根本解決で、お金だけじゃなんともならないと。 で、それだけじゃなくて、その、相手の国をどうにかしようっていうだけではなくて、自分たち大丈夫なのかなっていうところも見直さないといけないのが根本解決だと思うんですよね。なんでこういうその、不法移民たちを守りますよ、無料のサービスどんだけでも与えますよっていうふうに公言している聖域都市っていうところも、身の振り方を変えないと、 根本解決には一生ならないんじゃないかっていうような指摘もあるわけなんですが、僕もまさにその通りだなっていうふうに思っています。はい。ということで、最後の方ちょっと話脱線してしまいましたけれども、今回ニューヨークシティ聖域都市っていうふうに言っておきながら緊急事態宣言出したわけなんですけれども、実はその原因が民主党だったっていうね、なんじゃそりゃっていうね、そんな話で終わりたいと思います。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。え最後はですね、あの、 何、2、3日ぐらい前の朝でしょうかね。はい。えー、寝ていたデブちゃんの尻尾をですね、タヌキ君がツン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 やっててですね、えー、まあ、ついに怒ったデブちゃんが、えっ、ー、と、にんで、いい加減にしろよみたいな感じになったら、僕の方をタヌキ君が見て、何でしょうね、助けてくださいって言ってるのか、やっちゃったって言ってるのかよくわかりませんが、はい。っていう、なんかよくわかんないデブタのでお別れをしたいと思います。はい。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。